この街を守る。予期せず起こる様々な災害から市民の生命と財産を守ることが消防の使命です。どんな困難な状況においても消防職員の英知と最新のシステムを駆使し、あらゆる災害に立ち向かいます。兵庫県の南東部に位置する尼崎市と伊丹市は、消防力をより強化するため消防司令管制システムを共同運用しています。尼崎市は人口はおよそ46万人、面積は50平方キロメートルに及び、消防力は1消防局、4消防署、3分署、3出張所で組織されています。伊丹市は人口はおよそ20万人、面積は25平方キロメートルに及び、消防力は1消防局、2消防署、4出張所で組織されています。両市は南北に隣接しており、共に山林原野がなく、全域が市街地化され、都市構造も類似しているため、消防司令管制業務の共同運用に適した環境です。消防司令管制システムを共同運用することで、大規模災害時や救急要請の集中時にも相互にスムーズな応援要請が図られ、迅速な災害活動につながります。尼崎市伊丹市消防司令センターは2011年から尼崎市防災センターに設置され、2021年に更新整備された最新鋭の高機能消防司令システムが24時間365日稼働しています。119番通報を受け付ける司令業務は、市民からのファーストコンタクトに対応し、必要情報を短時間で的確に聴取しながら、状況に応じて消防車や救急車などを選別し、出動指令を行います。また無線などの通信機器により、現場活動隊に有効な情報を与えています。はい、119番消防です。火事ですか、救急車ですか？あ、すいません、火事です。119番通報を受け付けると、火災か救急か、通信指令員が通報内容を確認するとともに、統合型位置情報通知システムによって瞬時に発信地付近の地図が指令台に表示されます。その他、通報者から見える目標物などを聴取し、災害発生場所を特定することもできます。わかりました、お名前を教えてください。 GPS を備えた消防車や救急車の動きは全てリアルタイムで把握しており、災害種別やその規模に応じた最適な出動部隊が自動的に編成されます。黒の煙ですね、わかりました。火は見えますか？119番通報者と会話しながら、コンピューター音声による出動指令が出されます。同時に隊員は行動を開始します。第一出動、建物、通常建物、向こう、福井、尼崎市。出動時は車両端末装置で指令情報が確認できます。車両端末装置は画面上で地図を操作することもでき、目標となる建物などが確認できるとともに、道路工事や通行止め区間を考慮したルート地図が表示されます。ストーン。また出動や現場到着など、車両の動態や現在の位置情報を指令センターに情報送信するとともに、指令情報、推理情報、防火対象物情報などの支援情報を検索することができます。その他にも他の消防車、救急車の位置情報も確認できるなど、
現場到着までに必要な情報を確認することができます。あ、今日はこの位置。高所監視カメラは両市内4カ所計6台設置しており、火災などの119番通報を受け付けた際、特定した位置情報と連動し、瞬時に災害発生場所にカメラを向け、災害現場の映像を確認することができます。また画像伝送装置は現場指揮隊の隊員が装備しており、災害現場の状況をリアルタイムで送信し、情報共有を行うことができます。携帯電話のウェブ機能を利用したウェブ119緊急通報システム、ファックスを利用したファックス119受信装置は、音声での119番通報が困難な方々が緊急通報をすることができるシステムです。また三者間同時通訳は、外国人からの119番通報時や救急現場などでコミュニケーションが困難な場合に、電話通訳センターを介して24時間365日主要な言語で対応できるものです。 Okay, your friend has concussion. My friend, yes, my teammate. 尼崎市消防局、伊丹市消防局は、甚大な被害をもたらした阪神・淡路大震災や未曾有の大惨事となったJR 福知山線脱線事故など、決して忘れてはならない災害活動を経験しました。そのような一刻を争う緊急事態に対応するため、災害情報を一元管理し、迅速な対応を行っています。消防指令センターは通常時8名の通信指令員が119番対応を行いますが、災害の規模に応じて中規模災害モード、大規模災害モードと最大24名で119番通報に対応することができます。この他にも、大規模災害時に両市消防局の作戦室へ災害状況の映像を送信するとともに、両市市役所の災害対策本部にも映像を送信することができます。これにより災害対策に必要なあらゆる事案情報、災害現場情報などを共有し、的確で迅速な指示を現場に送ることができます。気象情報収集装置は、消防署所に設置した観測装置で風向き、風速、雨量情報などを観測し、これらをデータ管理し、情報の検索や分析を行うことで、現場活動を有効に行えるよう支援しています。また緊急地震速報受信装置は、気象庁の地震情報を受信することで、素早い地震対策の初動体制が確立できます。現場到着、各隊予報船上。尼崎市伊丹市消防指令センターは、どんな困難な状況であろうとも、迅速的確に助けを求めている人たちのもとに隊員を導きます。通信指令員と隊員たちは日々努力を続け、この町の安全と安心を守ります。そして高機能のシステムを駆使し、市民が安全で安心に暮らせる町づくりを目指し、さらなる消防力の強化、充実に努めていきます。